クペンシルベニア州ピッツバーグ近郊のオークランドに本部を置くカーネギーインスティチュートによって運営されている4つの博物館群の総称である。カーネギー博物館のうちの2つ、カーネギー自然史博物館とカーネギー美術館はオークランド中心部にあるカーネギーインスティチュート及び図書館の入るランドマーク的な建物の中にカーネギー音楽堂や ピッツバーグカーネギー図書館と共に設置されている。残りの二つであるアンディ・ウォーホル美術館とカーネギー科学センターはピッツバーグ北岸地区の少し離れたところにある。アンディ・ウォーホル美術館1994年5月15日に開館したアンディ・ウォーホル美術館は一人のアーティストに特化した美術館としては世界最大の美術館である。 美術館のコレクションには、アンディ・ウォーホルによる作品、絵画、デッサン、版画、写真、彫刻、インスタレーション、膨大なアーカイブ、そして最も有名なタイムカプセルに至るまで、ありとあらゆるメディアの作品が収められている。この美術館は、アンディ・ウォーホルを専門とする一方で、かつてのウォーホルがそうであったように、芸術の垣根、 境界を破っていくようなアーティストの作品展示も数多く主催している。カーネギー美術館、サラスケーフギャラリー別館、カーネギー美術館は、アンドリュー・カーネギーが美術館のコレクションに将来の大芸術家を入れようと思い描いた頃、アメリカでおそらく最初の現代美術の美術館となった。1895年に創設された後、数年おきに、 カーネギー国際美術展を主催することで、カーネギーの現代美術に対する慈愛は今日まで受け継がれている。ウィンスロー・ホーマーのザレック、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーのアレンジメント・イン・ブラック、ポートレート・オブ・セニョール、パブロデ、サラサーテなど、国際美術展で寄せられる多くの魅力的な作品は、美術館の永久コレクションとして収蔵されている。大理石でできた彫刻の殿堂は、 パルテノン神殿の内装を模している。建築の殿堂にはアメリカの名建築の巨大な石膏製の異型があり、三つのうちの一つは世界最大の大きさである。1993年にカーネギー美術館の一部として開館したハインツ建築センターは建築の図面や模型の収集、研究、展示を専門にあたっている。2001年には アフリカ系アメリカ人の写真家であるチャールズ・ハリスの1930年代から1970年代にかけて撮影されたおよそ8万点もの写真のネガフィルムのアーカイブを構築した。これらの多くの画像はカタログ化とデジタル化が施され、現在インターネットを通じてカーネギー美術館のコレクションサーチから閲覧、鑑賞が可能となっている。美術館の永久コレクションには 17世紀末期から現在までの欧米各国の装飾芸術品やワークスオンペーパー、絵画、版画、彫刻、インスタレーションが収められている。カーネギー自然史博物館。カーネギー自然史博物館は世界で最も良質の恐竜化石コレクションを所有する博物館の一つである。ディプロドクスカルネギーの発見からサムソンと名付けられた骨格まで。 さらに新しくてまだ名もないオビラプトルの仲間などを所蔵、展示している。他にヒルマンホール、アルコア財団ホール、極地の世界、ワイコフホール、ウォルトンホール、ベネダムホールの展示も含まれている。これらは自然個体群の長期的研究のためのフィールド基地として提供するために1956年に設立された。最近になって博物館は 古いたフォソールウィンドシェフェリという哺乳類と見られる生物の化石を発見したと発表した。カーネギー科学センターカーネギー科学センターは1991年に開館したが1939年10月24日からの歴史があるピッツバーグで最も多くの来館者を集める博物館である。最近新しく建設された最新式プラネタリウムのブールデジタルドゥームや オムニマックス映画を鑑賞できるランゴス・アマニーマックス、シアター、来館者参加型のスポーツワークス、鉄道と村の巨大なジオラマ模型のミニチュアレールロードビレッジ、第二次世界大戦期のアメリカ海軍の潜水艦、レクウィンの展示など多くのアトラクションがある。ロバート・ウィルバーンの指導下で、ブール科学センターはカーネギー・インスティチュートと合併し、 4000万ドルの新たな資金をもとにカーネギー科学センターが建設された。ありがとうございます。